やあ、つかさくん。この体に優しい野菜サンドと、そちらの高カロリーな生姜焼き弁当を取り替えないかい？急に来て、また無茶苦茶な取引だな。そんなの応じるわけないだろう。そんな、つまりつかさくんは野菜サンドを食べて僕がもだえ苦しむ様を見たいんだね。ああ、なんて無慈悲で冷酷なんだ。人聞きの悪いことを大声で言うんじゃない。お前はただ野菜が嫌いなだけだろうが。この変色仮面。つかさくん、君裁縫ができるんだって？穴が開いてしまって困っている衣装があるんだけど。ほう、衣装か。いいぞ、穴の一つや二つすぐに縫って。なんだこの穴だらけの衣装は。もともと穴の開いたデザインだったんだけど、もっと突き抜けたデザインにしようと思ったらこうなってしまったんだ。突き抜けすぎだろ、物理的に。というかこれ、どれが元の穴でどれがお前が開けた穴なんだ。次のショーの演出なんだが、飛ぶというのはどうだ。飛ぶか。それはスケールも大きくて素晴らしいね。でもまずは筋力を鍛えるところから始めなくては。うん、筋力。ジャンプそのものは装置やジェット噴射で可能だろうけど、空中での姿勢の維持には体幹や筋力が不可欠だよ。というわけで、つかさくんにはボディービルダーも真っ青なバキバキマッソーになってもらおうじゃないか。いか、変なスイッチを入れてしまった。ルイ、さっき言ったことは忘れろ。ショーで大事なのはストーリーだ。そっちで頑張ろうな。やあ、つかさくん、最近刺激は足りているかな。は？唐突にお前は何を。そうかいそうかい、全く刺激が足りていないと、そう言うんだね。おい、俺はまだ何も言ってな。そんな、毎日に物足りなさを感じている君にはこれだ。だから人の話を。ってこれはネット記事のコピーのようだが、ストーリーと舞台その両方にトリッキーな仕掛けを持つと話題の劇団が初の渋谷公演を敢行。ああ、というわけで M 君やネネも誘ってみんなで見に行かないかい。ああ、そうならそうと最初に言え、まどろっこしい。だってそれじゃつまらないじゃないか。それでどうするんだい。まあ面白そうだしいいんじゃないか。俺は構わないぞ。ありがとう。じゃあ M 君とネネにも聞いておくよ。